はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、バンドマンに差し入れするんだったら、これを差し入れしたら一番喜んでもらえるよっていうところをね、ちょっとゲス目線でちょっと考えてみたいと思います。まあ、いわゆる、まあ、すごい売れてるバンドっていうのは、まあ、今更ね、もう出待ちとかもできませんから、なかなか直接話せなかったりするんですけど、まあ、言ってみたら、まだまだそんな有名じゃなかったりですね、まあ、メジャーデビューたとえしてたとしても、そんなでっかいキャパじゃないところでライブしてたりすると、結構出待ちだったり入り待ちとかすると会ってサインもらえたりそこで話したりできるんですよ。で、そういう場所においてよく女の子のファンが、そのね、差し入れするんですよね、差し入れ。うん。で、差し入れで何が喜ばれて何が喜ばれないのかって話なんですけど、まずですね、これ一番喜ばれないっていうのが実は何かっていう手紙なんですよね、手紙。うん。まあ、手紙に関して言うと、要は他に使い道ないですから。ここですよ。うん。じゃあ何が喜ばれるのって言ったら、これ何かっていうと、まあ、単純にその商品ですよ、商品。例えば何て言うんですか、生活用品ね、その人たちが普段使ってる好きなジュースだったりとか、もしくは好きな食べ物だったりとか、そういう差し入れです。なくなるやつです、食料ですね、食料。うん。他にもですね、そのバンドマンが好きなブランドの服とかですね、コートだったり、今の時代だったらマフラーだったり、うん、結構ですね、バンドマンによっては自分が好きな服だったり、そういうのをツイッターでさりげなくこうやってつぶやいて、みんな僕はこのね、メーカーが好きなんだよ、これちょうだいよっていう風に遠回していってるパターンって結構あったりしますから。はい。まあ、でさらにそのもう最上級、その上行くやつは何かっていうと、これね、要はお金なんですよ、お金。うん。まあ確かに現金だったらね、自分で好きに買えますからね、好きな方に使えて。でもやっぱり現金を直接どうぞファンですって言って渡して、あ、どうもってもらうので、ちょっとやっぱやばくないですか、これって。やばいですよね、これ完全に。ってなってくると、バンドマンたちはどういう戦法を使うかっていうと、これ、疑似通貨を使うわけですよ。要は何かっていうと、Amazon ギフトカードだったりとか、スタバカードだったりとかを欲しがるわけですよ。はい。で、これって要は Amazon ギフトカードだったりとか、スタバカードって要はお金なんだけどカードじゃないですか。ね、でもお金ですよね、あれは言ってみたら。うん。ね、そういうのを要求したりするわけですよ。で、ファンの人たちっていうのは Amazon ギフトカードとかをせっせと実はバンドマンにあげてたりするんですよね。はい。まあ、だからですね、そのこれからですね、バンドマンの出待ちする方、まあ、手紙を、まあ、手紙もいいですよ、全然。ただ手紙と一緒に Amazon ギフトカードをですね、ちょっと添えておいてあげてください。そしたらですね、絶対にあなたの名前とか覚えてくれると思いますよ。ね、名前覚えてくれたら次来るときにちょっとね、なんていうんですか、他の出待ちのファンよりもサービスしてくれる可能性、これね、大いにあると思います。なぜならばもうちょっと Amazon ギフトカードが欲しいですから。はい。まあ、そんなわけですね、まあ、かなりゲス目線で考えましたけども、こういう風なことをして、その好きなバンドマンに気に入られていこうよっていうお話です。うん。まあ、下水話ですけど本当に。まあ、そんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。どうもありがとうございました。